4月26日月曜日、キバラユナイテッドスタジオ。なぜかね、テンション高く、気持ちのいいスタートとなりましたけど、なんででしょうね。はい、キバラユナイテッドスタジオ、この番組鹿児島ユナイテッド FC オインディーナの田上隆です。よろしくお願いします。感謝。そしてテンションって言って、いやいや、スコムラさんもいいから。そしてこんばんは。こんばんは。週始めの月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。おお、ちょっとお前慣れてきたな。富成です。はい、よろしくお願いします。この番組はあくまでも応援リーダーは私、田上隆と富成さんの、目線で熱く、ゆるくお届けしている番組となっております。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんお待ちかねではないと思いますけど、今週の、田上トピックスのコーナー行ってみたいと思います。まずですね、22日木曜日、ワンコール夢をお届けプロジェクトを今開始しておりまして、今現在7ゴール入ってますけど、今その6ゴール分あるんですけど、今回は伊佐市の方に行かせていただきまして、米澤選手が、福島戦で2ゴール取ってくださいまして、その2ゴールで投げたダーツが伊佐市に刺さり、一番近かった大口東小学校、そして、こちら田中小学校の方に、お送り寄贈させていただきました。子どもたちがね、すごく喜んでて、で、ここの2校は全校児童で100名いないぐらいの学校で、なので、グラウンドに出てボール遊びとかも普通にできるみたいな、お昼休み、で、グラウンドで遊んでる子どもたちとちょっと戯れながら、プロの技をちょっと見せてきたりとか、一緒にボールを使って楽しく遊ぶ時間も設けていただいて、すごく有意義な時間を過ごさせていただきました。大口東小学校の皆様、田中小学校の皆様、快くね、受け入れてくださってありがとうございました。そして、昨日はね、貝沼選手がゴールを決めてくださいましたので、そのゴール、ワンゴール入ったので、また近々ダーツを投げていただいて行き先を決めて、そちらの方もまた配信していきたいと思いますので、あなたの学校に行くかもしれないので、お楽しみに。今日下が回らないな、全然。25日日曜日、ホームゲームの日なんですけど、ユナステージというのがあるじゃないですか、富さん。はい、ユナステージ、はい、今写真もありますけど、このユナステージで屋外ですね、僕ユータクという2人組のコンビ、1人は太りさんという方で、もう1人ちょっとね、すいません、名前を存じ上げてなかったんですけど、パーカッション、をされてる方と3人で歌を歌わせていただきまして、人生初のライブです。めちゃめちゃ緊張して歌詞飛びまくって、ただただへこんでたっていう。でも本当に気持ちよく皆さんが手拍子してくれたりとかね、ライブいいなと思ったから、また歌いたいなと思ってます。ぜひ呼ばれればね。はい、お願いします。あとは、25日、MBC の生中継がありまして、その生中継の解説もさせていただきまして、コメントの方でも、楽しさよかったよって言ってくれる人が結構いらっしゃって、よかったね。嬉しかったな。はい、まあこれはいいとして、で26日、今日ですね、今日先ほどまで、KKS 加護乳、2時45分からの加護乳の方で、川北ゲソ太郎さんと一緒にぶらり旅ということで、納屋通り、天文館の納屋通り、そしてよかど鹿児島を、テレビの前の皆さんでご紹介させていただくっていう、録画とかじゃなくて、生で、生放送でやらせていただいて、めちゃくちゃ緊張してる。いっぱい点取ってましたね。いっぱい点取ってました。見てらっしゃる方は分かると思うんですけど、僕ね、9点ぐらい決めたんで、よかったら見てください。はい。ということで以上、今週の田上トピックスでした。ありがとうございました。はい。本日もチャットを使ってのメッセージ、コメント大募集しております。本日、メッセージテーマ設けております。ズバリ、応援の力というテーマで、あなたが日々感じてる、ああこれがあったから私頑張れたっていう、なんか応援の力みたいなものを、もうどんなちっちゃなことでも構いませんので、コメントでいただければと思っております。そしてメッセージ以外のコメントも大募集しておりますので、ぜひコメントの方お待ちしております。すでにコメントもたくさん、いただいております。今日は今何名ぐらいの方が見てらっしゃいますか。146名、ありがとうございます。そして本題ですよ。はい、見てください。僕がハッピーを着ているということは、はい、鹿児島ユナイテッド FC 勝利しました。もうね、勝利しましたというかね、今見てる方多分皆さん知ってると思うでしょうね、でしょうね、はい、でしょうねって言われましたけど、
まあ、そうなんですよ、4月25日日曜日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第6節、テレビジャー宮崎戦、見事1対0での勝利で、1対0はもっと点数見たかったとかいう人も多分いらっしゃったと思うんですけど、まあキーパーの王ちゃんとか大西選手とか、田辺選手とかね、田辺選手なんかハッシュタグうのゼロとかいろいろね、つぶやいてましたけど、やっぱりディフェンスの選手からしたら1対0っていう数字は、まあ、すごく気持ちのいい点差での勝利じゃないですか。自分たちがゼロに抑えたからこの1点で勝てたみたいな。やっぱだからディフェンスの選手、我々もディフェンスでしたけど、はい、1対0って気持ちがいい。そうですね、うん、何点入れてもやっぱ1点でも取られると嫌だし、そうゼロで終わるってのはね、そう一番嫌なの。4点ぐらい取ってて1点取られて終わるみたいな、うん、一番嫌だよ。はい、ということでこの勝利で、私発表させていただけることになりました。ありがとうございます。それではですね、いつも通りトミさんも含めて一緒に、振り返っていきたいと思うんですが、まずは順位表、現在の順位表を皆さんと一緒に見ていきましょう。お願いします。出ますかね。小林さんがすぐ出してくれるみたいなんで、お願いします。すいません、いつも無茶ぶりを。あ、出ました、本当に出た。はい、今現在ですね、これこの宮崎戦の前までは8位、今沼津さんがいる8位の位置にいたんですけど、2つ順位を上げまして現在6位ということで、まあ、でも難しいのが、試合数っていうのがね、奇数のチーム数なんで、15チームなんで、お休みのチームがあるんで、試合数がバラバラってなってるんで、若干こうどうなのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、これね、我々が J3 に参入した年も確か15チームか17チームぐらい、17チームね、17チームの時があって、2016年、15年か16年、17チームの時があって、その時もその時1位だったよね、俺は最初ね。ああ、途中まで実質首位、実質首位、暫定首位みたいな。はい、だからちょっと試合数のばらつきはありますけど、今もすごくやってるサッカーも含めて、安定してきてすごく良くなってきてると思うんで、今すごいいい位置につけてるんじゃないかなと。はい、で今1試合、まあ、少ないという言い方は良くないですけど、良くないというか思わしくはないかもしれないですけど、5試合ということで、上位今5位と4位のチームは6試合ということなんで、十分まだまだ優勝狙える位置にいるんでね、まだ始まったばかりですけど、一戦一戦でと思います。それではまずスターティングメンバー発表していきたいと思います。ゴールキーパー大西選手、それから、ディフェンス右からポケッチ選手、それからウェズレー選手、田辺選手、砂森選手、ミッドフィルダー中原選手、野崎選手のダブルボランチ、トップ下に五稜選手、そしてフォワードが左米澤選手、右に野崎純也選手、そして、ワントップに萱沼優生選手となっております。サブが、ゴールキーパー白坂選手、ディフェンス藤原選手、ヒデ選手、ミッドフィルダー、ハッタンダ選手、崎本選手、フォワードに 山本選手、佐藤選手となっております。はい。それでは映像とともにと思ってたんですけど、そこに行く前に、勝ったじゃないですか。勝ったということは、新コーナーがありましたよね。前回、前々回の。はい。田上豊の勝手に MVP! はい。ということで、今から、勝手に僕が MVP を決めさせていただいて、全然分かってなかった、何を言い出したかと思って。あ、ごめんごめん。勝手に MVP ということで、福島戦同様 MVP のと思う人に今から電話をかけていきたいと思います。出てくれるかどうかは分かりませんけど、はい、じゃあまずはこの人からいこうかな。出てくれるかな。それでは誰だろう、お願いします。出るかな。あ、出ないかな。出ない、本当に。うわ、出ないか。出た。もしもし、もしもし。あ、あら、どちら様ですか。どちら様ですかじゃないですよ。今ね、ライブ配信しまして聞いた、俺もう大体分かったでしょ、皆さん。この人誰か。切られたのかな、切れたのかな、多分切れたんだと思うよ。もしもし。あ、今もしもし、切ったでしょ、今。え、切ったよね。どちら様ですか。あ、すみません、田上です。こんにちは。あ、田上さんすか。
大体わかる、名前出てるはず多分。あ、こんにちは。すいません、あの皆さん誰か分かってないので、見てる方 YouTube を自己紹介をお願いします。背番号17番フォワードの茅沼優生です。茅沼優生選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。茅さん、今ね200名近くの方が YouTube ライブ配信見てくださってて、この声届いてます。あ、そうなんですか。200人も見てくださってありがとうございます。いいっすね。まずあの前回というか宮崎戦振り返、はい、ざっと1試合振り返ってもらって、どんな試合でしたか。やっぱり九州ダービーってこともあって、はいはいはい、まあ、やっぱ負けられない戦いだったし、うん、やっぱりスタジアムに来てくれたあのファンサポーターの皆さんとか、うん、まあ、前日から準備してくれたボランティアの方々が、いろんな方々のおかげであの最高な雰囲気を作ってくれたんで、もう負けたらいけないなと思って、なんとしてでも絶対点取って勝とうっていう気持ちで臨んだんで、それが結果として現れてよかったかなと思います。いやー素晴らしいね。すごい嬉しいこと言ってくれるじゃない。おい、犬の声がするけど。はい。犬が飼ってる。ああ、もうワンちゃんもお前ナイスだっつって、よく決めたっつって。はい、ね、喜んでくれてます。ね、詳しくは茅沼選手の SNS 見てもらえたら多分分かると思いますけど、誰が吠えてるかはね。はい。あの、茅、はい、さん。はい。ポゲッチから裏にボールが出て、はい、野武選手が突破したよ。はい。はい、あの瞬間こう入っていくんじゃなくて止まったでしょ。あ、そうですね。いや本当はあそこやっぱフォワードとしてやっぱに入んなきゃなんないですけど、うんうん、ちょっと一瞬ディフェンスがかなりレイも引っ張ってくれたし、あそこが、うん、なんていうかちょっとプルワークしたとか空いたん で、はいはい、でその練習中順位やとかも一瞬話してて、うん、もうくれっていう話もすごいしてて、まあいろいろ練習中からもかなりコミュニケーション取り合ってたんで、うんうん、本当よく出してくれたなって感じです。でもあれさ難しかったでしょ、ボール結構速いスピードで来て。そうっす、あちょっとあ取れるかなぐらい、なんかトラップできるかなと思って足伸ばしたんですけど、うまくまあ届いて、まあ、ちょっと浮かしてよく入ったかなって感じです。あれトラップでも決まったから、子供たちにはぜひ見てほしいファーストタッチトラップだなと思ったんだけど。あ、マジですか。ありがとうございます。そんな褒めていただいて。嬉しいですわ。いやいやいや、ありがとう。本当にナイスゴールで、その1点で結局決勝ゴールで勝ってね。はい、たくさんの方が喜んで、歓喜で、スタジアム後にしたので、そういうファンサポーターの皆様へ、じゃラスト、最後一言いいですか。はい。次アウェーですけど、はい、しっかりチーム一丸となって、勝利目指して、頑張りたいです。まあ、あと、まあ、今ワンゴールプロジェクトやってるんで、まあ、1点で5球でしたっけ。そうですね。まあ、次はやっぱ5球じゃなくて2球、一気に2点とか3点複数点取って10球15球と、うん、プレゼントできるように、うん、しっかり結果にこだわって頑張っていきたいと思います。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。それで疲れてるところ、試合に次の日疲れてるところ申し訳ない。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、またね、バイバイ。はい、失礼します。はい、茅沼優生選手でした。 MVP ね、俺は MVP かなと思って電話しました。どう、トミさん。でも1-0で勝利ということで貴重な1点のゴール。そうね、ディフェンスの選手を思ったんだけど、やっぱり簡単じゃなかったから、あのゴールも含めてトラップも完璧だったし、まあね、でも俺1人に絞れないんだね。もう1人だけ電話し、もう1人だけ電話します。もう1人だけ、この人でしょ。行きます。あ、まじだ、トークにしちゃった。はい、もう1人、もう1人 MVP、 影の MVP。 こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。すいません、今 YouTube のライブ配信 してまして、田上です。
あ、こんばんは。ちょうど見せて、ちょっと返さんなとはやりにくいなと思って。ありがとう。じゃあ、はい、自己紹介、まだみんな誰か知らないので、自己紹介お願いします。18番の野脇純也です。うわー、野脇選手嬉しい。女性ファンが今1、2番に多いんじゃないかっていう、野脇選手です。いやいや。純也君。はい。ナイスゲームでした。ありがとうございます。たくさんの方に応援してもらって。うん。いや、突破なんですけど、1点目のきっかけとなった。はい。ちょっとわざと緩めて、ボール落ちた瞬間、グンって上げた。そう、左から行くフェイントみたいなのをかけて、まあ、ちょっと相手がこう、ちょっとずれたんで、その時に、まあ、頭で行けたので、まあ、うまく入れ替わりました。そんな駆け引きをしてたわけだ。まあ、そうですね。何秒かの間にやってましたね。相手の内側から行くようなフェイントを見せて、相手がちょっとずれた瞬間に、空いたスペースにグンと入っていったの。はい。うわー、すごいね。数秒で。すごい世界だね。先制ゴール、まあ、アシストして、その後も何度か同じような形で裏に抜ける場面っていうのが多かったんですけど、はい、あのプレーっていうのも意識して、まあウイングでボスが求めてるのがああいう、まあ、最初は、まあ、狙えるなら背後っていうことなので、うんうんうん、まあ、そこは常に狙ってますね。なるほど。これからじゃあ自分のどこに注目してほしいっていうプレーって特に何かありますか？まあ5試合目にしてやっとアシストがつきましたけど、まだまだ全然足りないので、うん、まあ、得点だったりアシストでチームの勝利に貢献していきたいなと思います。そうだね、結果っていう部分でもやっぱりね、プロだからっていうのもあるし、出したいです。はい、ですね。すごく分かる。俺も J リーグ、はい、1点も決めたことないから大丈夫。あ、そうなんですか？そうだね。それは意外です。どうぞ。あと、なんか聞きたいことあったんだよ、俺。大丈夫だ。ごめん。ありがとう。で、なんか、ファンサポーターの皆さん、今200名近い方見ていただいてて、はい。何かこう、野武純也選手が伝えたいことってありますか、皆さんに。うん、まあ、やっぱりこの宮崎戦では、まず本当に、まあ、九州ダービーってことはもちろんだったんですけど、これから自分たちの目標である優勝っていうところを目指す上でも本当に大事な一戦だった中で、あれだけ多くのサポーターに見に来ていただけて、本当にパワーをもらってなんとか1対0で勝つことができたので、これからもまた応援よろしくお願いします。嬉しい。今ね、トミさんも一緒にいて見てたから分かる、はい、一緒にやってたじゃん、トミさんも。トミさん、久しぶりです。あります、最後一言、野武選手に。野武選手らしく考えすぎず前に突き進んでほしいな。いやー、素晴らしい。よく見てるね。ありがとうございます。はい。純也のことよく見てるなと思って、トミさんが。ありがとうございます。頑張ります。頑張って。いや、でも体ささらにこつくなったでしょ、うん、体重増えたでしょ。体重は増えましたね。だってもうごつさがね、ラガーマンみたいになってるから。あんまりごつくなりたくないですけど。はい、ごめん、試合の次の日で疲れてるとこ申し訳ない。ありがとう。はい、ありがとうございました。またこれからも応援してますし、また MVP、勝手に MVP に出てもらえるように頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとう、ジュニア。はい。ごめんね、ありがとうございました。お疲れ様です。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。野武純也選手でした。すごいね、やっぱこれ良くない、うん、その時何考えてたかっていうのがさ、ね、聞けるから。俺も気づかなかった、駆け引きは。トミさん、なんとなくちょっと気づいたでしょ。いや、でもさ、ディフェンスがこうちょっとなんかあれを野武選手が仕掛けてやったっていうのはまだ分かんなかったけど、うんうんうん、この空いた方を狙ったのかなってのは見えた。なるほどね、さすが冷静だな。はい、ということで今の話もちょっと聞いた上で、うん、そういうのも頭の中で理解した上で、これからハイライト映像とともに宮崎戦を振り返っていきたいと思います。それではお願いします。いや、すごいな。はい、ということで、ハイライトなんですけれども、お願いします。
ね、ウェズレー選手は髪型を変えて。ね。あの、イングランド代表の昔の、誰だっけ、センターバックのさ、あの人みたいな髪型だね。あの人でわかるよね、だいたい。わかる。うん、ちょっと今まず1本目、これピンチでした。相手のヘディングシュート、セットプレーから、これ大西選手、キャッチミスしたんじゃないかと思った方も多分多くいらっしゃったと思うんですけど、今のちょっと戻してもらうと、これね、キーパーからしたらめちゃくちゃ難しいんで、キャッチするか、ここで、もうショートバウンドなんで、これキャッチしようとして胸に当たってこぼしちゃったら、これを詰めてきた選手もやられちゃうんで、これはもう、このギリギリで多分判断を変えて、とりあえず上に上げるか、コーナーに出すかみたいな感じで、次相手ができるだけ触れない場所に弾くっていう判断をしたわけですよ。で、もう一個見ててほしいのはもうちょっと戻してますか、すいません。ちょっとだけ戻してもらうと、蹴る前ぐらい、ああ、そこでいいです。この瞬間にもポジションをちょこちょこ細かくいっぱい変えてるわけですよ。ボールの位置によって。それによってシュート飛んできて、何気なく正面でああやってプレーしてますけど、大西選手ってポジショニングを細かくああやって変えてるおかげで、安全に止められているように見えるんですけど、彼のポジショニング能力っていうのは非常に高いものがあるのかな。はい。もう細かくで、最後ここでっていう感じですね。で、これ、今、大西選手からもうスローインでバンって投げられて、すぐ始めたボールを、これですよ。ドンって入れ替わって、このトラップ。いや、完璧。野崎選手が入れ替わる瞬間とかね、ちょっと左に踏んで、うん、確かに言われてみたらそうだ、ね、うん、さっきこれ、ね、本人がおっしゃってたよ、ちょっと緩めて左に行く振りを、あ、本当だ、そう、ポッて踏んでる、すごい、これでも貝永選手ちょっと長かったんで、ボールがね、早かったし、でもトラップで、子供たち見てる子供たち、これですよ、トラップ、もうトラップで決まりましたね、完璧に相手のスペース、これもう誰もどうしようもない、相手は、いやー嬉しいっすね、本当に嬉しい、タクマがなんでここにいるんだっていう、次は相手のこれチャンスでしたね、これね、まあ裏取られるのはもうちょっとケアした方がいいけど、最後まで追っかけてるやっぱり田辺選手のあのスプリント、最後相手は触れてるじゃないですか、あれってやっぱプレッシャー感じるし、大西選手が止めた後も交代で入ったセンターバック藤原選手、難しいじゃん、センターバック途中から入ってプレーするって、同じテンションにならないといけない、それからつなぐサッカーだからどんどん足元にボール入ってくるしっていうところで、まあ、そういった中でも守備で自分でリズムを作りながらしっかりゲームを最後ゼロで抑えたっていう活躍はね、素晴らしいものがありました。はい、これ砂森選手から、これは後半のスタートですね、これはフォゲッチ選手のクリア、相手がカットして、これで、普通だったら胸に来てるボールがブレ玉だったらしく、伸びたんですって。だから顔に当たって止めて、もうこのシーン連続しますけど、大西選手のここでの集中力っていうのは非常に高いものがありましたね。これもキーパー、次のプレーもキーパー出るの結構勇気いるんですよ。片手でパンチングって。仲間と交錯しかねないし、この後もすぐ立ち上がって、シュートを受けてもいい準備をするっていう。で、攻撃のことも忘れない。すぐスタートする。これもいいプレーでしたね。かわしてドリブルから米澤選手。山本選手かな？から、うわぁ。あわやゴールしたのかっていうぐらいの場面でしたけど、米澤選手がダイビングアップするのはあんま見たことなかったですけど、気持ちが見えてますよね、もう。もう一点取り組んだぞっていう攻めの姿勢がですね、すごく見てて気持ちがいいですよね。時間稼ぎとかいう時間もなかったですし、最後まで攻め続けようという姿勢があったんでね。いやー、ナイスキーパー、うん。これもね、ポジショニングがいいんですよ。大西選手の。で、ここで試合終了と。で、フォゲ選手も足つりながらも最後、一人少なくなっちゃった仲間が大変になるからっていうことで、まあ、足つってるから右サイドバックじゃなくて、最後はね、前の方の位置に、ボランチとかトップ下ぐらいの位置に、いましたけど、それでも最後走ってキーパーにプレッシャーかけて、スライディングでボールを止めて、それで試合終了になりましたからね、最後。本当に素晴らしい活躍をしていただいて、皆さんが最後笑顔で帰っていただける結果にしてくださった選手の皆さん、そして選手が頑張れたのは、やっぱり皆さんが応援してくれたおかげなので、
そういった選手を背中を押してくれた皆さん、そして現場にはいなかったけどダゾーンや、今回は MBC の中継で応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。みんなの勝利に感謝、感謝、ありがとうございます。はい、ということで、次節は5月2日アウェイで岩手グルージャ盛岡戦となります。岩手グルージャ盛岡、こういうことを言うのはちょっとって思うんですけど、岩手グルージャ盛岡には負けたことがないんですよ、まだ。うん、ということで、まあ、相性はいい相手なのかな、まあ、今年は分かんないけどね、うん、毎年毎年分かんないけど、そういう相手、トミさんの印象としては盛岡いかがですか。まあ、でも今上位にいて、そうね、結果も出てるんで。そうですよね、順位で言えば今2位にいるわけで、で今年すごくね、堅守というか守りもしっかりしてね、うん、で得点を1点2点1点しっかり奪って勝つみたいな、もう固いサッカーを結構したりしてるんですけど、まあまあまあいい選手もたくさんいて、パワー系もいるので、はい、ね、うちに前いた半4点という選手もいますし彼も本当に頑張ってるんで、まあでも今回も勝たせてもらえればなと思ってますんで、選手の皆さんも皆さんの後押しをお願いします。ということで以上となります。次のコーナーに行きたいと思います。それでは次のコーナー、ユダマルシェコーナー。はい、ユダマルシェコーナーということで、結構ユダマルシェがあったりなかったり不定期で行われております。今日はね、川島君が一生懸命準備してくださいました。こちら、今回のホームゲームのご報告ということで、はい、4月25日実施の、薩摩昭和美人のお供メニューということで、ホームゲーム開催させていただきました。スタジアムグルメユダマルシェを、担当しております川島君から報告という形で、メッセージが来ております。お店の方に聞いたところ3店舗とも大好評だったと、いうことで、川島君も先日オンエアされた、ユナイテッド魂の企画で、あ、僕ですね、僕だ僕も先日オンエアされたユナイテッド魂 KYT のユナイテッド魂の企画で、ブエモゆかりさんのたこ焼き風さつま揚げ南蛮南蛮バンバージョンを、いただきまして、とても美味しかったです。僕さっきも多分ね、トミさんと話してるけど、あれ食べたいなって言ってたぐらい本当に美味しくて、で大好評でめちゃめちゃ売れたみたいです。はい、皆さんが買ってくださってありがとうございました。でこの日は、薩摩島美人スペシャルマッチということで、薩摩島美人スペシャルマッチということで、新商品のそのまま飲める薩摩島美人も多くの方に、ご購入いただきましたということで、これですね、これも多くの方にご購入いただいて、だってそのまま飲めるんだから、うん、ペットボトルだし持ち込み OK だし、はい、で試合も勝ったし、お酒も進みますよそりゃ。でもね、飲まれてる方もいらっしゃったんですけど、そういった中でも、何か大声を出したりとかそういう方もいらっしゃることなく、しっかり、ルールを守った上で観戦していただいて、本当に全てを通して素晴らしいゲームだったんじゃないかな。観客動員数も、第6節 J3 で1位でした、うん、すごいよね。すごいね。で、ハッシュタグ鹿児島ユナイテッド FC っていう発信つぶやきの数も、他のチーム 6位まで発表があって、2位から6位までのは200いくつとか全部で競争して、鹿児島888ダントツのトップで、ハッシュタグのつぶやきが鹿児島にやってってるし、全部全てにおいて素晴らしく輝かしい日だったなと思って、本当に鹿児島最高です。はい、ということで、今後も楽しいグルメ企画をイベントを考えてますので、ということで川島君からご報告でした。次節ホームゲームのユナマルシェ情報についてはまた、鹿児島ユナイテッド FC のホームページをチェックしていただければと思います。まだね、出てないと思うので、後日、また出ると思いますので、よろしくお願いいたします。以上、ユナマルシェコーナーでした。続きまして、グッズコーナー。はい、グッズコーナーも僕ね、なんか緩んじゃいますけど、今日もトミさんとお送りしていきたいなと思っております。トミさん、じゃあグッズコーナーの方行きましょうか。はい、まずは一つ目、プレイヤーズフェイスタオル。はい、はい、プレイヤーズフェイスタオル、結構ね、スタジアム持ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、しかも色がいいから映えるの、うん、紺もあったもんね。はい、昨日の会場でも販売したんですけど、はいはい、先週モデルグッズとしてこれ、はい、プレイヤーズフェイスタオル、じゃじゃん。はい、はい、モーゲージ、はい、持ってます。が、
から紹介する商品3つともそうなんですけど、はいはい、今日の18時からJリーグオンラインストアで受注販売開始になりました。いやー、おめでとうございます。ありがとうございますお願いします。はい、はい、で、まあ、こちらフィールドはコン、はい、赤は赤ということで2色。いやー、どっちも欲しいな。どっちも買いましょう。はい、ありがとうございます。で、全選手対応してますんで、はい、はい、ありがとうございます。嬉しいね。これでもユナイクがさ、場内一周するときにさ、このホゲツ選手のね、このプレイヤーズフェイスタグ持ってたよね。うん、可愛かった。はい、続きましての商品、はい、巾着。巾着、はい、こちらも選手モデルグッズとして販売開始になりました。おい、短パンまだありますからなのでちょっとね、丈の長さもあるんで物はたくさん入るかな。これがちょっと俺の推しメンのヘンディですよ、これ。ヘンディ、ヘンディ君。はい、でこちらが巾着なので1100円。1100円、はい。でこちらも同じようにJリーグオンラインストアで全選手プラス12番。もう12番か。12番はあのネームはなしになるんですけど、で12番は紺色。これすごいね。あの本当にユニフォーム忠実に、うん、番号に J って入ってるんですよ、J リーグの J が。それもちゃんと入ってる。すごい。すごい柄も綺麗で、うん、普段使いにできるいい商品となってますんで。すごー。ぜひ皆さん推しの選手を買っていただければと思います。もう田野さんがない、田野さん33をないのはやめてください。もうないんで。はい。誰も言ってないです。言ってないから。はい、すいません。大丈夫です。ごめんなさい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。続きまして、はい、画像の方になるんですけど、はいはい、お願いします。ロンパース。お、ロンパース、俺の一押しロンパース。えの今年のユニフォームのバージョンが前回デザインがなかったんだ。そうです、そうです。うわー、ユニフォームと一緒じゃん。はい、こちら昨日の会場では販売はなかったんですけど、うん、今日の J リーグオンラインストアの開始と一緒に。いやー、これはいいね。しかもキャプテンスナーさんじゃん、これ。ですね。こちらも全選手、うん、プラス12番。なるほど。対応してますんで。で、サイズが80、90、100あるんで。俺は着れそうなの180とかない。すいません。なんでもないです。ごめんなさい。話が止まってしまう。ごめんなさい。はい。で、こちら3960円。え、意外とリーズナブルだね、はい。すごくね。頑張りました。だって子供のこういう服ってロンパースとかって意外と5、6000円とかしちゃうよ、うん、で、ユナイテッドの仕様でロンパースで3960円ってマジで安い、税込み。昨日もね、ベビーカーで来られるお子さんとかすごい多かったので。ほんとそうだ、うん、お子様に来ていただいて。いやー、見たいなー。親子コーデでね。ああ、いいな、親子コーデしてもらえれば。で、昨年まで90と100しかなかったのですけど、うん、サイズ80も増えたので。いい、お父さんお母さんユニフォーム着てもらって、うん、赤ちゃんこれロンパース着てもらって、今から応援みたいなのをインスタとかフェイスブックとかハッシュタグつけて、うん、ハッシュタグで入れたら絶対いいよ、これ。俺は間違いなくあのハートボタンかいいねますからえ、でもマジで欲しい。はい、うん、ありがとうございます。じゃあ、はい、商品が今日の18時からすごいJリーグオンラインストアで受注販売、5月の9日日曜日までですね。あ、日曜日までだろ。はい、の受付なので、ぜひお買い求めお忘れのないように。だからもうないですからね、後からフリースタイル買い忘れたとか巾着ロンパース買い忘れたとかなしですよ。はい、はい、全部買ってください。ぜひ今すぐ飛んでいただいて。はい、6時からだから、今日の6時からもう販売開始してます。まだ2時間しか経ってないけど、はい、はい、スタート したてなんで、ほやほやなんで。はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はもうここからは田野さんに任せます。はい、続きまして、すずりさんの、はい、グッズに参りたいと思います。はい、もう僕が来ておりますけど。自分で押してください。着実に増えてきております。はい、これね、こちらがもう言わなくても分かる、こうウィーニング豊か田野 T シャツ。ウィーニング豊か田野 T シャツ、着実に売れてきております。もうね、数に限りがあるみたいなんで、ぜひお早めに。お買い求めいただければなと思いながら、高校の時の親友、同級生からこの T シャツ着て同じポーズで写真が来てちょっとどうしていいか分からなかったんですけど、いいですね。まあでも嬉しかった、すごく。でね、スタジアムにキャップ、茶色のウィニング豊かの T シャツのキャップ、ここにね、マスコットがこれが載ってるをかぶってきてくれて、マスコットマスコット自分のことがかぶってきてくれた人がいて、またね、あの服装となんて言うんだろう、その帽子をめっちゃマッチさせてて、 あ、こんな T
聞こなし方もあるんだって、かっこいいなっていうのを思っちゃったんで、その人の帽子にでもサイン書いてサイン書いてしまったと思って、ちょっといらなかったから。いらないよ。はい、ということで、これは豊か田上 T シャツで、もう一つが、感謝 T と僕は呼んでますけど、感謝田上豊か T シャツっていうのがありまして、そっちは僕の顔がボンと載っておりまして、感謝入っております。はい、しかもローマ字。はい、で、もう一つがユナイクフルグラフィック T シャツ、前回僕が配信で着させてもらってたユナイクがもう洋服のフルに、これですね、トミさんが今持ってもらってるこちら、これが、これ可愛いんですよ。これ着てるね、方スタジアムで見たいなと思いますけど、このユナイクフルグラフィック T シャツは、5687円と、はい、26日以降ですね、今日か前回、前回そうだ、そうだね、今日から販売スタートということなんで、ウィニング豊かたのり T シャツ、はい、この、フルグラフィック、ユナイクのフルグラフィック T シャツ、感謝豊かたのり T シャツ、この3点セットでぜひお買い求めいただければと思います。豊かたのり T シャツは4480円、税込み。プラス、これは色によって値段が違ったりするので。はい、ご確認いただければ、はい、よろしくお願いします。こちらスズリの販売になってます。こちらスズリですね。はい、はい、スズリで検索していただければ、ユナイテッドのホームページからも飛べますね。はい、よろしくお願いします。以上、グッズコーナーでした。やっぱトミさんいることによってさ、グッズコーナーめちゃめちゃスムーズだよね。で、ありがたい、本当にありがとうございます。感謝。はい、感謝。続きまして、アカデミーコーナー。はい、アカデミーコーナー、アカデミー情報なんですけど、今日は、前回なかったね、U15 の情報をお伝えしたいと思います。U15 鹿児島の情報ですね。県チェストリーグ1部、4月24日土曜日に、U15 鹿児島が所属する高円宮杯、JFA U15 サッカーリーグ、2021鹿児島県チェストリーグの1部リーグ戦が行われました。はい、10時キックオフで対戦相手が SS アドバンス。かぐや姫グランドですよ。我々もよく練習してます。難しいね。はい。で、試合がありまして、前半2対0、後半2対0、スコア4対0での勝利となりました。よろしい。ゴール、得点者が、京田選手が2得点、京田選手が2得点と、クリスタ選手、それから、小畑選手のゴールとなりました。4対0、前半も2点、後半も2点、で、0でしっかり抑える。なんとなくいいゲームできたんじゃないかなと思いながら、 U15 は本庄監督が鹿児島をね、今指揮を取ってくださってますけど、まあこの間ちょっとミーティング俺耳に入ってきたんだけど、熱い男ですよ。本当に子供たちのこと考えて、こう教えればいいのかな、ああ伝えたらいいのかなっていうのをスタッフとね、めちゃくちゃ熱く話し合ってるわけ。だからこういう指導者に教えられる子供たちは本当に、同じく熱い男になって成長していくんだろうなって思ってます。はい、そして U15 日置の方はね、誰が教えてるか知ってます？井出さん。そう、井出さんです。井出さんは2014年鹿児島ユナイテッド FC ができた時、トップチームのコーチでいましたから、はい、その人がユナイテッドのもうできた当初の魂を持ってる人が今 U15 日置を教えてくれて、共に今切磋琢磨しながら頑張ってますから、U15 の方の応援もぜひよろしくお願いします。鹿児島の U15、鹿児島の皆さん、ナイスゲームでした。お疲れ様でした。はい、アカデミーコーナーは今日は以上となります。はい、ここから皆さんとの会話と行きたいんですが、続きまして、新コーナー。いや、これコーナーにしていい。感謝、お供え物届いたよということで、新コーナー勝手に2人も言ってね、新コーナー作ってしまいました。感謝田上のお供え物届いたよーのコーナーですね。実はお供え物届きまして、感謝一つ目の感謝、はい、一つ目の感謝ですじゃじゃん、以前配信の時からコメントくださってた、はい、奄美の方ですね、名前がなかったのでご紹介できないですけど、黒糖かりんとうが届きまして、なんとトミさんにもちょっと食べてもらいたいと思いまして、こちら準備してまいりました。黒糖かりんとう、はい、さっき開けてずっと冷蔵庫で冷やしてました。お手紙もいただいてますのでちょっと読みたいと思います、いつもイナスで楽しく見させていただいております。おいしい。
クラブの、今読んでる、読んでるから。クラブの皆様で、ぜひご賞味いただければと思います。ということで、お名前なしでね、なんかかっこいい置き去り方をして、ただお揃い物とは書いてあるんで。はい。今コメントがさっき聞きます。はいはい。ただ、今日飲み会なんでアーカイブで楽しませてもらいます。なるほど。じゃあ、後ほどアーカイブでね、このお届け物、お揃い物してくださった方、お届け物って。何さんか間違えたもんな。はい。お揃い物してくださった方、見てください。もう、ちゃんといただきましたので、クラブ職員全員で美味しくいただこうと思います。ありがとうございます。とっても美味しかったです。はい、ありがとうございます。そしてこのお供え物届いたよシリーズ2つ目の感謝いきたいと思います。あ、持ってきてないね、これちょっと持ってきます。ちょっと待ってください。すごいから。すいません、いつもこんな感じで。お供え物ね、田野さんがあんだけ言うからね、皆さんが持ってきていただいて、すいません、本当に申し訳ない。何お供え物本当に、なんかお供え物、お供え物届きました。ちょっとこれどうしよう。よし、ここでやる。めちゃくちゃ重たいお揃い物が届きまして、はい。はい、よろしいでしょうか。まずお手紙の方をいただいておりますので、はい、お手紙を読もうかな。はい。どう？お手紙をいただきました、お揃い物。これマジでビビりますよ。鹿児島ユナイテッド FC ご担当殿。小林さん、富成さんって来てますけど、勝利を確信し早めに送ります。4月12日月曜日、前回の配信ですね、の時に、勝利を見届けと書きました。見届けてから送りますって書いたんだけど、間違いなく勝利すると想定で早めに送りますということで、今日も届いてるんです、田野さんは海ぶどうと言っていましたが、できるだけ多くの方に行き届くようにこちらの商品とさせていただきました。故郷鹿児島を離れ、鹿児島を感じ取れる貴重な存在である鹿児島ユナイテッド FC を身近な存在として毎週語る場所を作っていただき大変感謝しています。これからも毎週の配信を楽しみにしていますので、よりいいコンテンツとして発展していただけたらと切に願いますが、遠い存在になるのも寂しいので、チャットコーナーは続けてくださいね。名優ヒュースケン、鹿児島在住、同級生の相田君、東京在住のこの3名の高難中同級生一同の生存確認の場でもあります。いや、もう生存確認の場にはしないでください。いいでしょ。では J3 優勝昇格を目指し、チームスタッフの皆様もお仕事を頑張ってくださいということで、激走感謝と来てます。ありがとうございます。野瀬さんからいただいております。ただいただいたものというのがすごいっすね。ちょっと僕もびっくりして引いたんですけど。いや、引いたよ。海ぶどうを送ってくださいって言ったでしょ。海ぶどうだとみんな分ないから、もずくが届きました。これ、もずく。これさ、もずく届いたんだけどさ、どうしようと思って、で、こう、どうしようと思ったら、このもう一つの封筒が出てきて、もう一つの封筒に、なんとご丁寧に調理方法調理方法のレシピとかまで送ってきてくれて、いや、大変ありがたい、いただき物なんで、これは小分けにして、みんなで美味しくいただきたいと思いますんで、すごい重い、これ18キロあるんです、18キロ。すごいでしょ、もずく。はい、ということで、ありがとうございました、本当に。お供え物シリーズ、もうスタートしてすでに2つ届きましたんで、ね、ありがたいな。もう、あれですよ、強制とかじゃないんで、もうそういうんじゃないんでね。18キロだもんね。え？今、ご本人から18キロ分あります。そうそう、18キロ、言ったよ、18キロ。書いてあったから、ちゃんと。いや、もう本当ありがとうございました。スープにしてもいいし、ね、もずく酢で食べてもいいし、うん、美味しいです、ね。卵と混ぜて食べてもいいし、いろいろ食べ方ある。あれ、天ぷらも美味しいな、もずくの天ぷら。作って、はい、美味しくいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、以上、タイトル覚えてない。感謝、お供え物が届いたよーのコーナーでした。はい、かりんとうともずくということで、嬉しい。次回もできるといいですね。次回もね、お供え物シリーズできるといいんですけどね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、以上となりますね。コーナー系はここからはね、皆さんが今コメントにはありましたけど、はい、120件のコメントを今からね、あと40分ぐらいで読んでいこうと思うんですけど、大丈夫です。230名の方見てくださってる。230名の方が本当に、本当や、
ありがてえ。あれ、なんで君の。あれ。はい、ということでここから皆さんのコメントとともに、振り返って会話していきたいと思います。まずはね、ヒュースケさんがいつも一番目にコメントしてきてくれてますけど、勝利の次の日の配信は嬉しい、僕も嬉しいです。嬉しさ倍増ということで、ハッピー姿で本日もよろしくお願いします。昨日は夏用のハッピーの必要性を感じるくらいの暑さでした。確かにね、昨日暑かった、本当に。夏用のハッピーの必要性を感じるくらいの暑さで、夏用の販売の予定ありますか、富さん。夏用のハッピーとかあんの？ハッピーってもともと夏に着るもんじゃないの？だから自分が着る中のものを薄くしてもらえばいいんだよ、うん、ね。それにだから感謝豊か田上のキャップをかぶってもらったら多分日差しも防げると思うんで、すずりさんにぜひ飛んでくださいお願いします。うまいことやるね。続きましてこんばんは、フォゲッチ感動感謝ね。確かにあれは思うね。足つっても最後ほらスライディングしてボールを止めに行ったじゃん、上田俊介くんのね。てか俊介さ、上田俊介、うん、テゲバジャールのゴールキーパー上田俊介くん、足元めちゃくちゃ重くなったよ、うん、変な話さ、あそこまでパス上手じゃなかったじゃん、うん、でもあの日パス 100% の成功率、うん、で相手プレッシャー受けてもめちゃくちゃ落ち着いて嫌なとこ、こうパスしてたじゃん。うわ、人ってこう年齢関係なく成長できるんだなっていうのを体現してくれてたよね。そういった意味で子供たちをたくさん見に来てる中で上田選手のああいうプレーっていうのは俺はすごくありがたかったね。昼高のね、内園選手のね、プレーがちょっとでも僕は見れたらもっと良かったかなと思いましたけど、まあでもそこは勝負の世界なんでね。はい。続きまして、ハイサイ、あー、モゼさんだね、届きました。盟友ヒュースケ、ライダー君と共に内緒にしてたお供え物が届いてなければ、次節、勝利の最上級になりますので、田野さんはステイですかね。はい。ありがとうございます。ちょっとわかんなかった。次が、でもモズさん本当にありがとうございます。モズく大好きです僕。こんばんは、ありがとうございます。タルさんこんばんは。転勤して徳之島で応援するものです、うん、はいはい、ありがとうございます。週末は久しぶりに白波に参戦しました。久しぶりだったのでいつものルーティーンがわからなくなり、応援用のタオルマフラーを忘れてしまいました。つらい。幸い言われてットの手ぬぐいがあったので代用しました。いつも近況ばかりですいません、また応援来ますね、感謝。いやいや全然いいですよ、何でもつぶやいてるのがこのユナステですから。強いて言えば忘れたったらのグッズコーナーでタオル買ってもよかったかもしれないですね。それ言い過ぎか、違うか、感謝感謝、はい。感謝がもう次駅への合図みたいな。こんばんは、4月25日は大学生短大生専門学生無料招待イベントで、観戦させていただきました。嬉しい、本当にありがとうございました、感謝。そう、うん、そうなのよ。だから屋外の俺が歌を歌わせてもらったあのステージ、うん、ユナステージで学生の皆さんがダンスを披露したり、うんうん、ね、アカペラーズの方がアカペラを歌う方が来てらして、すぐなんか俺なんとかつってつけたくなるアカペラを歌う、ね、グループの方が来てくださってアカペラを歌ったり、ギターを弾きながら、フォークギター弾きながら歌を歌ってくれたり、本当に学生って今ほらコロナ禍になって学園祭とかそういうのもなくなって披露する場も減ってきてる中で、まあ、こういうホームゲーム、スタジアムでのイベントで披露できてすごく嬉しいですって声ももらってて、でそういった中でこうやってイラストも見てくれてコメントまでくださってる、感謝、本当にありがとうございます。こんばんは、プレイヤーズフェイスタオルすごくかっこいいですね、テンション上がります。だってありがとうございます、たくさん買ってくださいお願いします。選手もありますからね、はい、はい、こんばんは、昨日も最高でした、こんばんは。昨日はバチバチの南九州ダービーに暑かったですね。会場の雰囲気も最高でした。初ユナイテッドの試合を観戦した友人2人も完全に虜になって帰りました。わあ、これがいいよね、うん、初めてのお友達を連れてきてくれるっていう、嬉しいな、ありがとう。完全に虜になって帰りました。試合前のユナステージでの田中さんの美声にも癒され、うちの応援リーダーのガチャピン声も時間の問題だなと思いました。田中さんのチャレンジ企画、ガチャピンって何？ガチャピンがいろいろね、スノボとかさ、やったりする。ああ、そういうことね。いろいろ、何でもできるじゃん。なるほど、なるほど。ガチャピンか。ちょっと、美声？美声だよね。美声って、この間のリラステージでの歌はもう申し訳ない、本当に。あれが頼みだと思ってほしくない。いや、申し訳、本当申し訳ない。でも、美声に癒された。あ、嘘、でも嬉しい。でも、一人でもそういう人がいたっていうのは俺は嬉しいから、もうこの人のために頑張る。はい、ありがとうございます。こんばんは、感謝、田野さん、富さん。田野さん、富さんって言いたい、なんか、お笑いコンビみたいな。どうも、田野さん、富さんです。
楽しみです。いろいろ勝利最高でした。まずはこんばんはからです。ニナステージの田中さんのお歌上手でした。二人目。よかったね。嬉しい。もう俺、寝込んでたからよかった。お二人のお兄さんもステージはハーフタイムで歌われたので、ついに田上さんも登場されたんですね。ありがとうございます。そうなんですよ。兄たちはね、応援ソング作ってるね、うん、曲。それを歌いに来てくれた時もありましたので、ね。はい。こんばんは。昨日のアウェー選手紹介は感動しました。会場で大きな拍手が、驚いて、うるっときました。響いて。どっちもいいな。俺もでもあれ、ちょっとうるっときた。うん、しかも、選手紹介を読んでるノブさんも、うるっときてた、絶対。声がね、ちょっと、いいよね、やっぱ、嬉しかった、俺。俊介もそうだし、ゴールキーパーの、広高も、内澤選手も、一回大丈夫になってさ、どうなるんだっていうところからまたね、復帰して帰ってきてくれたじゃん。うん、いろんな人だから彼は勇気を与えたと思うよ。うん、今回のことで。ありがとう。タルさん、髪型変えました？変えてません。変えようがないっていうのが正解かな。はい。はい。会場のグッズ販売のところの新聞紙で作ったエコバッグを持っていたら、偉いね、こんなの作ってって、おばあ様方に褒められてしまいました。きちんと説明して、ユナイテッドのスタッフを褒め合いました。感謝。うん。企画が前と前で。そうなんだ。すごい。ありがとうございます。はい。昨日は宮崎に勝ったのは素晴らしかったです。スタジアムで痺れました。ありがとうございます。昨日の試合見に行きました。暑くて日焼けしまくりです。うん、もうでもそれよりね、勝利の喜びの方が上回ってますから。うん、はい、OK です。今、お父さんがペットボトル島美人焼酎飲んでます。嬉しい、感謝。ありがとうございます。嬉しいね。そういうのも嬉しいね。今何し、今してます的な。田中さん、富さん。田中さん、富さん、お疲れ様です。昨日は試合終了間際のフォゲッチ選手の足をつりながらのスプリント。涙ものでしたね。ありがとう、フォゲッチ。ということで。ありがたいね。富さんもあれできるタイプだから。うん。怪我して前十字靭帯切れてるのに走ってる人も。試合中。後からびっくりしたよ。いないよね、だから。いない、いない。次いきます。こんばんは。昨日はダゾーンではありますが、今年初めてのリアルタイムで、試合を見ることができました。ありがとうございます。MBC のユナイテッドコーナーで、田上さんがおっしゃってたように、期待が持てる内容でした。これからも応援しますよ。よかった。それも見てくれてたから。MBC のね、事前の告知の番組で、見どころをお伝えさせていただいたんですけど。ああ、よかった。昨日、田上さんが熱く歌っているステージの前で、田上豊がマスクつけていましたが、見えましたか？え、どういうこと？あ、田上豊マスクつけてくれてたんだ。見えてない。ごめんなさい。俺も歌うのに必死になって歌詞を思い出すのに。それどころじゃない。周りが見えてなかった。写真撮れなくて残念でしたが、次回は量産体制。あちこち田上豊状態にします。あ、嬉しい。それだと気づくかもしれない。なんなら1枚欲しい。お願いします。ありがとうございます。あ、面白い。つけて見てくれてたんだ。うわー、気づかなかった。今ね、感染症対策も含めてだからさ、ステージと、うん、見てるお客さんの席は遠いから、俺目そんな良くないし。見る余裕なかったしね。そう、余裕が一番なかったっていうのが。すいません。負けなくてよかった。個人的に MVP は田辺選手。ガラ空きのゴールへのシュートを防いだ守備で貢献です。貢献。うん、確かに。よく戻るよね。だから、裏に出されても確実に1対1っていうシーンでも戻ってたじゃん。ああいう、だから積み重ねだよね、田辺選手。それが今回、こう、もう、明らかに分かるぐらいで、皆さんに、こう、見えたっていう。普段の、だから田辺選手見せたら、もう毎回 MVP に選びたいぐらい活躍しますよ。次、昨日の試合に出ている選手たちと、スタッフ、ベンチの一体感、サポーターとの一体感をいつも以上に感じました。そして、それは昇格したシーズンにも感じたものでした。いい雰囲気で戦えてますよね。俺はそう思う。今のチームの一体感ってすごくあると思う。ダニーロ君が、お子様が生まれて、うん、通訳。うん、通訳のダニーロさんが。で、その子供さんの誕生を祝うべく、皆さんが、ゆりかごダンスを全員揃ってして、で、そんな中で、田辺君がしっかり、すぐ始められないんで、相手陣内に一人残ってみんながポジションつくのを待ってるっていう、ああいう思いやりの心を、チームワーク、すごくいいものを感じます。はい。次、宮崎的強かったけど、鹿児島の方が強かった。また応援来ます。田野さん T シャツ、どこに売ってますか？昨日試合に行っても着てる人がいたので欲しいです。お、嬉しい。今度は田野さん T シャツ着ていきたいです。先ほど言ったように、すずりさんで、はい、販売しておりますので。
スズリで検索して飛べないときはユナイテッドのホームページをご確認いただければ、はい、そこから、飛んでいきますのでよろしくお願いします。富澤太郎さん、こんばんは。富澤太郎さん、こちら東京、東京から、昨日から緊急事態宣言で J リーグは無観客試合です。宮崎戦勝ててよかったです。宮崎は、鹿児島をリスペクトしすぎていつものサッカーができなかったのかもしれないです。実際宮崎戦要注意ですね。俺の個人的な見解っていい？あの MVC の多分放送でも言ったんだけど、ホームの一体感、拍手の圧力というか応援の後押しに相手選手が若干飲まれたような感じがして、前半立ち上がりからなんか足が動いてなかった。でプレッシャーもすごい行こうとしてるけど連動性がなく、みんながこう一緒に動けてる感じがなくて、うちの選手が最初流れを掴んだのは会場の雰囲気と選手のやるぞっていう入り方、それがバチって噛み合ったおかげで前半あの時間帯で点数が生まれたんじゃないかな。だから皆さんの応援、スタジアムでの応援とかあの雰囲気が作り出したものでもあるんじゃないかなと僕は本当に思ってて、次節も、はい、ホーム戦もお願いします。次、ダービー勝利おめでとうございます。ベズレー選手大丈夫ですか？ちょっとね、情報聞いてないんでね、わかんないですけど、大事に至ってなければいいなと僕も願いながらです。はい、娘と拝見させてもらっています。鹿児島は観客数が多いですが、サポート会員は去年より増えましたか？はい、増えました。確実に増えてですね、ありがたいことにね、本当にあの鹿児島の皆さんの期待というか、やってくれっていう思いっていうものがね、ひしひしと、これ苦手なんだよ。ひしひしと、はい、伝わってきてるところでございます。またね、娘さんと一緒に見てもらってるって、うん、お父さんかな、お母さんかな、わかんないですけど、親子でこうして同じ、この時間を共に過ごしてくれてるっていうのがちょっとほっこりします。ありがとうございます。生電話、さっき、これ生電話の時のコメントですね。かやさんかって笑いってきてますけど。かや来た、先生というか決勝点ありがとうございました。嬉しいよね。でも俺が選手とこういうコメント読んでたら嬉しくなるな。こんばんは、南日本新聞さんの、本節の MVP は私も投票したフォゲッツ選手でした。最後まで足の痛み、に耐えながら試合に出続けた姿、それを称える大西選手、泣けました。すごい。でもこれさ、嬉しくない？まあ、かや選手かなって思うじゃん、MVP 投票。でもここでさ、最後まで走り切って、最後までスライディングでっていうフォゲツ選手が選ばれるあたり、なんか皆さん、俺がこう上から目線で言うみたいな、目が肥えてきたなというか、本当にそこを選ぶあたり、素晴らしい。ありがとうございます。かや、マジでかやさん、山梨の星。かや最高。このかやさん、山梨の星って来た人さ、鹿児島の人じゃないよね。これ山梨の人じゃん。そうだよ。そう。すごい、ありがとうございます。だって、有田さんってこれあれじゃない？東京の人だ。さっきの同級生。はい、失礼いたしました。次いきます。かや最高、ナイスゴールに得点欲しかった。だからよく言えばね、かやも、かや、かや沼選手も、おそらく、その前は同じだったと思います。でも、今回決めなかったら、次で多分爆発してくれますから。昨日は今季初ゴールが決勝点、素晴らしい。ありがとうございます。ジュニア選手のアシストから萱沼選手のゴール良かった。ジュニアが去年より出番多くて進化しているのが嬉しい。体つきから進化してますからね、トムさん。ゴールまでの流れは本当に理想的なものでした。ありがとうございました。ワンゴールプロジェクトを意識して、次節もゴールお願いします。でも萱沼選手からワンゴールプロジェクトの話が出てきたのがめちゃくちゃ嬉しくて、あえて選手がね、こう、進んでこの取り組みに協力してくれるってさ、なかなかないじゃん。こっちがお願いしてやってくれるっていうのはよくあるけど、だから嬉しい。これもなんか一体感が出てる秘密なんじゃないかなって思いますけどね。ありがとうございます。タロさんこんばんは。埼玉から応援してるものです。昨日の試合見た、昨日の試合見すぎてまたダゾン加入しちゃいました。うおー、ありがとうございます。見たすぎてね、三田さん、ありがとうございます。ボギッチのプレーは最高でした。マンオブザープレイヤーだと思います。次節は4って選手に決められないように頑張ってほしいです。4ってね、厄介だからね、本当にあのベスト3シリーズ YouTube でも出してますけど、あの中にも僕が第3位に挙げてる4ってなんですよ。4点、彼はね、本当になんかもう戦車言ってしまう、戦車、重戦車のように来るから、それはでも今止められるだけのディフェンス陣は僕は揃ってると思うんで、はい、大丈夫です。ありがとうございます。次はテーマね、テーマフォゲッチないのかなって。フォゲッチね、
ウラブ MVP は誰っていうことでね、これ野崎選手だったんですけど、こんばんは、初めてコメントします。現在子供関係の施設で働いてます。おととしそこの施設でサッカーの試合を見に行きましたが、ある選手が施設に訪問しますと言って、子供たちも期待しています。ここで言うことではないかもしれないですが、大人として言ったことは実行してほしいです。なるほど、私が行きましょうか。はい、今ね、選手も、コロナの感染症対策といろいろ行いながらね、本当に家から練習に行くまでの行き来、必要最低限の外出っていうのも控えながらね、試合を皆さんに見てもらうために必死で生活もしてるし、練習もしてるんで、なかなか選手の外出っていうか、そのイベント参加っていうのはなかなか今できなくなってるんでね、その代わりにいるのが僕なんで、そうだったらもう読んでもらえるの、僕は行きますよ、もちろん。はい、もしかしたら、あ、田野さんでよかったって言ってもらえるかもしれないんで、それぐらい僕頑張りますから。ぜひ行かせてください。これは大人の約束として。はい、お願いします。詳細が分かれば、事務所に電話してもらって、小林というものがいますので、はい、ご連絡、再開いただければと思います。ジュニア選手、これがジュニアが出た時のコメントが、ジュニアだーってたくさん来て、で、鹿児島なまり来た。あ、ジュニア鹿児島なまりだもんね。いいよね。それはまたいいよね。すごいなまって。トミさんも若干なまってきたからね、もう言い過ぎて、鹿児島に。何年目 ?8 年目。もう鹿児島人だ。はい、おめでとうございます。そうでもない、鹿児島弁初めて聞いたかも。選手の鹿児島弁って確かにさ、結構レアだよ。うん、だってあまり聞かないじゃん。純喜五郎選手とか牛の阿波選手も、うん、俺らと喋るときは鹿児島弁になるんだけど、うん、インタビューとかなんかこう YouTube とか撮影ってなるとみんな標準語になっちゃうから。でも野武選手はどんなときも鹿児島弁、うん、標準語になったときはちょっとおかしいから。はい、おかしくはね。ありがとうございます。はい、あと80件ある。結構だな、あと20分25分ぐらいだね。いきます。今シーズンの野崎兄弟は素晴らしい鹿児島ユナイテッドの宝です。うん、本当にね、鹿児島出身でもありますし、野崎ヒルア選手はアカデミー育ちの星でもありますから、アカデミーの選手たちのね、彼の活躍がまた勇気にもなりますから、ぜひ頑張ってほしいですね。副大と上村の後輩に先輩の何これ威厳を見せられた野崎選手ね。ああ、いたね。センターバックの右のセンターバックの選手は神村学園。副大ってどこ？誰？いたっけ？もういた。あ、いたんだ、うん。その相手選手に野崎選手はもう勝ちましたから。はい。でも存在感めちゃくちゃあった気しましたね。うん、はい。鹿児島のサイドアタッカー、いきなりえぐりましたね。確かにいきなりえぐりました。はい。J だと思います。ジュニアの J。うん、あのイケメンでシュールなことするから、いつもにやけてしまう。J ポーズしながら応援します。してます。これね、写真の時もなんかしてた。ジュニア、J ポーズ。ね、これ。はい。続きまして、220名監視、監視中。もう監視中って言ったの？視聴中。監視中。監視中。もうやめて、俺は漢字弱いだし、こんな難しい漢字使うのは本当に。まさに一番やり。という言葉がぴったりな突破からのクロス、すごかった。あれはすごいっすよ。だってもう馬かと思いましたもん、突破してんのが。いや、本当にそれぐらい。だって、当たられても倒れないんだから、野崎選手って。PK もらったしもそう。うん、ね、ありがとうございました。ファーディナンド、そう、ファーディナンドあの髪型、思い出した。リオファーディナンド。はい、ありがとうございます。まさしく、鹿児島の馬車です。馬車って、後ろになんかつけちゃってる。違う違う、強車。馬じゃないの？強者？強者って何？将棋の。ああ、突き進んでいくっていう。ああ、なるほどね。俺馬車って言うんだった。ごめんなさい。まあ馬車だよ、もう。まあ言ってしまえばね。はい。はい。上杉選手、結果大丈夫ですか？ちょっとね、先ほども言ったように状況が分かんないので、はい、すいません。次。待機の数も50名を超えて、みんな楽しみにしていたんだなというのを感じます。登録者数5310名、あと4690名、試合の結果、同様気になります。気になるとまた眠れなくなります。ヒュースケさん、寝てないね、これ。一番に行くまで寝れないじゃん。みんみんだ、みんみんだを送ったんだから、寝れなくなるね、逆に。ごめんなさい。寝てください、しっかり。はい。でも毎回こうやって言ってくれるから。でもね、着実に増えてはきてる。ね、週10名ずつぐらい若干増えてきてて、本当ありがたいです。あとは、ワンゴルフプロジェクトで小学校もあるでしょ。回るたびに、チャンネル登録お願いしますって、わーって爆笑が起きる、最後。その後に、10増える。子供たちが。いい子だね。いい子。本当に。素直ないい子じゃん。ありがたいですよ、本当に。皆さんもぜひ、声かけの協力よろしくお願いします。次、こんばんは、サブッチです。
はい、サボッチありがとうございます。かやー、こんばんは。今日は飲み会なので赤が、これさ、久保さんがね、教えてくれたかりんと送ってくださった KK さん、ありがとうございました。ワンコールプロジェクトは本当に素晴らしいと思います。子供たちの喜ぶ顔を、見ると嬉しくなります。私の MVP はホゲッチ選手です。最後の最後まで懸命にプレーする姿を泣きました。足が大丈夫か気になります。足はね、多分大丈夫だとは思うんですけどね。僕が言ってること半分適当なんで。でもあれは釣った感じに見えたんで、もう限界まで走って、しかも結構久しぶりのスタメンで、結構スタメンで出ない期間が2、3試合あると、で、ゲーム体力、ゲーム筋力とか落ちるっていうか、配分が分からなくなるから、釣りやすくなりますからね。はい、僕一回途中出場で途中交代しましたから。途中出場で足釣って走りまくって途中交代しました。はい、ありがとうございました。次が貝沼野岳両選手のインタビューの後で得点シーンを見ると流れが分かりやすいです。よかった、ありがとうございます。これめっちゃ迷ってたんで、小林さんね、先にインタビューするか後にするかみたいな。やっぱ先でよかったんだ、嬉しい。何気にボスの足技うまいですね。あ、なんかしてたんだ、誰か見てたんだね、多分触ってるの。今度見てみよう。ありがとうございます。ゴリオ選手のキレが戻ってきて、次節もとても期待です。皆さん、怪我だけは気をつけてほしい。そうですね。まあ、つきものっちゃつきものですけど、防げる怪我もありますから、そこはね、気をつけてほしいですけど。ゴリオ選手、確かに俺も思った。キレキレ。うん、で、1点目のシーン、あれ、起点ゴリオ選手だから。うん、最初、大西選手がスローインで投げたボールを、相手が来て、ヒュッてかわして、小月選手、落としたのはゴリオ選手。うん、あそこは起点ですから。はい。ゴリオ選手、間違いなくキレ戻ってきて、また抜いてさ、相手抜いたの覚えてる。うん、ライン際で。あれ気持ちいいな。相手だったらもう俺だったら引っ張ってファウルしちゃうから。ファウルだ。相手どうした？ファウルでしょ。でしょ、俺と一緒なんですか。ファウルだよね。あんなまた通されても行かれたら、あ、くそって手出してますよね。あれされたらもう飛び込めないです、ゴリオ選手に。はい、右サイドバックのプロの鮭がいてよかったですね。鮭さん入るとやっぱゲームをしっかり締めてくれるし、うん、周りへの声っていうのもね、やっぱこういうベテランの選手、ゲームの終わらせ方知ってるなとか、本当に心強い。うん、ね、ベンチにいてくれても心強いし、で先発で出ても、起点になってゲームを作ってくれるか心強い。だどのタイミングで出てもいつ出ても活躍できるってなかなかいないじゃん。だからシャケさんはすごい貴重な存在。貴重な存在だし、右足しか使ってないから。でも本当にこの前ラジオで得意なの左足です。いや、また、あれでも言ってたよね、5秒クエスチョンで、ね。本当にボキャブラリーもね、関西人ということで冴えてるんで、最高ですよ。鮭さんのバランスを取ったポジショニング良かったです。本当そう、ゲームを見て全体のバランスを取ってくれるから、うん、本当に素晴らしい。 MVP はホゲッチ選手と思いました。当然投票もホゲッチ選手でした。すごいね、みんなホゲッチ選手、4手との対戦で呼び捨て、4手との対戦になりますね。確かに4手ですけど、はい。久しぶりに先発出場し最後まで攻守に、躍動したホゲッチ選手多いね。文句なく MVP でしょう。私が釣りながらもプレーした姿は素晴らしかった。でも鹿児島の方だって濃いのに結構弱いって言ったら失礼かもしれないけど、うん、結構グッと来る人が多いと思う。それが多分県民性でもあるから、うん、だから俺も多分喜ばれたんだと思う。そうだね、うん、俺がスライディングしたらカボイキが湧いたから。出てくるだけで湧いた。ありがたいですよ、本当に皆さんのおかげでね、6年間でプレーできましたから感謝です、はい、感謝、はい。さつま揚げ本当に美味しかったです。たこ焼き風さつま揚げってすごいですね。あれめちゃめちゃ欲しかったね、さっきも言ったけど、うん、ぜひもう商品化してほしい。お願いします、小山ゆかりさん。ホゲは電話ではハゲさんしか言わんからな。MVP はハゲ、え、わ、ハゲと激しく同意。あ、そういうことね、ビビった、俺の文句かと思った。かやごめんって謝ってたの誰？ CD スタンドは大受けでしたよ。何これ、ちょっとよくわかんないね。次いきます、すいません。ネットでもこの試合を焼酎ダービーと呼んで話題になってました。あ、そうね、なんか言ってたね。20? 言ってる。鹿児島の焼酎は25度。鹿児島の焼酎は基本25度、で宮崎は20度をサポーターさんがね、フラッグで持ってたと書いて、うん、用紙に書いて、うん、焼酎は25度。そうだよ、鹿児島といえばだったら25度だもんね。沖縄は40度だから、青森40度、うん、40度ってそう考えたら恐るべしだよ。本当にすごいよ。次いきます。ダゾーン見てた中学生の娘がスタジアム埋まっていて、本当に J3 って言いました。嬉しい。でもこの日、まあまあ、基本的にでも鹿児島って今、観客動員数、J3 でも必ず3位以内をキープするぐらい入ってくださって、本当にありがたいなと思いながら。なおかつ、こんだけ入ってても、ちゃんと皆さんルール守ってくれてるから、大きな問題もなく、
この1試合が終わる。で、終わった後も、終わった後も大事じゃん、やっぱり。集めて、はい、バイバイ、じゃ意味がない。終わった後も、あの、付近の、あれに、感染症対策ご協力くださいって言ったら、皆さんこう、スーッて帰ってくださってて、ユニフォームを着た方が、いろんな地区にバッて歩いて散らばっていく姿がまた俺は大好きで、帰り道こう見るのが。ありがとうございます。次が、田野さんのゲスト出演の MBC 放送、スタジアムから帰ってみました。選手の気持ち、心配のリスペクトがよくわかりました。でも、フォゲッチのイエローカードはよくわかりませんでした。すいません、そこも僕はね、あの、足して言えばよかったですね。申し訳ないです。次、J2 より観客数多かった。ね、試合によっては、それもありました。だから本当に、観客動員数と、チームの成績とか、順位とかって結構比例してるチーム多いので、そういった意味では、鹿児島、皆さんの後押しで強くなってると思います。ありがとうございます。感謝。感謝。ダニーロ・トーラ出ますか？こういうの面白い。ちょいちょい。伝えておきます、ね。はい、伝えておきます。一応伝えておきます、はい。出ても逆に売れるかもしれない。もしかしたら。はい。プレイヤーフェイスタオルを、スタジアムで掲げました。ユナイ君も田野さんもフォゲッチ推しなんだ。そうですね。僕、推しは、まあ、一人決められないんで。ユナイ君も、多分、いつもね、あの、目つぶって取ったら、今回はフォゲッチだったっていう。はい。噛んじゃったみたいなんで。だから今回はフォゲッチ推しで、みたいな。その日によって変わるみたいですね。はい。次、応援リーダー、副リーダーバージョンも希望です。みんなめちゃくちゃ希望してくれる。一応じゃあ、お伝えだけ。みんなさ、ここに言えばいいと思うよ、初めて。そうそうだよ。言いたい放題。まあでもそれがここですから。まだまだね。はい。ありがとうございます。伝えていきます。お願いします。ぜひ、トミーさんがいれば伝えます。こんなにサポーター多いなら、市電もユナイテッド仕様にしたら盛り上がるんじゃないですか。確かにね、それもね、あの、コロナが収束して収まったりしたら、提案してあげて、ユナイテッド、ユナデンみたいな感じで、ね、あのサポーターを運ぶ電車なんてあったらね、素晴らしいかもしれないですよ。ありがとうございます。お、大人よ、出ますか？あるかな？ある。あるロンパーさん。ロンパーさんのとこね。ロンパーさん。ダブさんが180って言ったからか。え、何？いや、180。ああ、嘘。大人は絶対出ない。出ても買わないでしょ、みんな。ボタン一回でつけないでしょ、したから、絶対。暑くなってきたので、クールタオルがそろそろ欲しいです。トミさん、コースター。コースターを作ってください。なるほどね。次、80あると便利なんですよ。サイズです。ロンパース。ああ、確かに。俺も80だった、ロンパースは。知らんけど。ああ、子供に来てるので、ね、ロンパース。俺はロンパース80来たもん、初コースだ。はい、あと50件ぐらい。じゃあ、巻きでいきます。ロンパース、赤ちゃんサポーターが増えそう。確かに赤ちゃんサポーター増えたらさ、で、フォトショットでさ、今日のロンパースみたいな感じで。今日のロンパースが出た。またネーミングがかかるとして。ユナイテッドとかってことで。今日のロンパース、ロンパース、ロンパース、ロンパースでほら。あるのユナベイビー。そう、ユナベイビー紹介していきたいじゃん。ロンパースはない。赤ちゃんの顔出しても、あの、顔はどんどん変わっていくから。もう出さないでって方はもうこうしてもらってさ。赤ちゃんに。確かに。うん。次、白坂選手の31番のタオルを会場で買ったんですけど、それを掲げてたら、気づいて手を振ってくれて本当に嬉しかったし、こんな素晴らしいグッズ出してくれてありがとう。だから言ったじゃないですか。選手って、意外と自分の持ってる人とかを探してますから、上見て。アップ終わってこう、クールに帰ってくるじゃないですか、って。で、観客見てこう、するじゃないですか、皆さんに。あれ、実は多分タオル探してますね。俺のないから。でも、こうやったときに選手がアップを当て返ってきたりとかさ、最初出てって挨拶する。自分のあったら、ちょっとテンション上がるみたいな。嬉しいよ。嬉しいよ。そりゃ手振りますよ。でも本当に打ってくれてる白坂君、やっぱ素晴らしいね、人間性が。嬉しい、ありがとうございます。ゴリオ選手はね、もうガンミッシュ探してるみたいなんで、毎試合。では皆さん、ゴリオ選手を掲げてあげてください、ね。ゴリオ選手と目悪いけど。あ、目悪いか。そうか。だからガン見してるんで。なるほど。次いきます。ユナイクの耳がついているカチューシャ欲しいです。伝えておきます。なるほど。ありがとうございます。もうちょっと適当だったら。伝えておきますよ。早いよ。伝えておくよ。はい、お願いします。選手キャップを作ってほしいです。もう、提案ばっかり。選手キャップってどういうことだよ。番号が。番号がついてるとか。ああ、なんか考えてよ。面白いかも。考えます。伝えておきます。うん、ありがとうございます。そのキャップにサインもらったものです。田野さん。ああ、俺の、あれか。わ、嬉しい、ありがとうございます。この時期にサインお願いしてよかったのかなって思ったけど、まあね、あの、消毒もしましたし、感染症対策も行った上で、僕はサインしましたので、おそらく大丈夫だと思います。試合も勝ったし、最高な一日でした。こちらこそ、ありがとうございました。帽子1個売れてて、その1名ですか？ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。これからも鹿児島を盛り上げていきましょうということで、ありがとうございます。そういえば前節のゴール後、ゆりかごダンス、ダニーノさん用だったんですかね。多分おそらくね、ダニーさん用だと思います。本当にはダニーさんおめでとうございます。皆さんもおめでとうございます。ありがとうございます。トミさんのもぐもぐタイムいいねって、ほらトミさんもぐもぐタイム、はい、やっぱイケメンがもぐもぐするといいんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お本場の黒糖ですね。貝沼選手の決めた後、みんなでゆりかごダンスしてる中、米澤選手だけセンターサークルにいるから、あれと思ったけど、あそこにいることで宮崎の選手が始められないんですよね。点決めて喜びたいと思われる中、ちゃんと状況判断をできる米澤選手はすごいと思ったし、こういうところで見れるのも、スタジアム観戦の醍醐味だなと、改めてサッカーが好きになりました。ね、いるよね、トミーさんそういうタイプなんで、どっちかって言ったら。うん、みんながわーって喜んでる時に、冷静に、あれこれ始められたらまずいじゃん。俺センターサークルの中にいよう。みたいな感じじゃん。どうか。そう。俺は浮かれても一緒にわーって騒いでるタイプだったね。バク転しちゃいそうだもんね。そう、ガッツポーズしてみんなと抱き合った後、バク転して監督のとこまで行ってる。全部しちゃってるから、その言ってんの。たまにしか決めないからいいじゃん。確かにじゃない。決めてないもん。次です。新中さん、都城東高校サッカー部監督になら、なられたんですね。頑張れ、新中。本当にね、頑張ってほしいね。またサッカーに携わるってことなんでね。うん。ぜひ応援してもらいたいし、僕も、応援していきたいし、何かできることがあれば、協力しに行きたいし、この学校で考案をしたいです。はい。ぜひ。待ってます、はい。よろしくお願いします。18キロということで、もずくですね。ありがとうございます。マジで重かったっす、これ。もぜすごすぎって来てますけど。お友達からね。ちょっと待ってください。飛びましたね。さすがに笑う。これは笑うわ。すごいよ、感謝。昨日、試合終了後、田野さんが、ゴミステーションのお手伝いされているところを遠目から拝見し、リスペクトでした。いや、でもこれみんなやってますから、スクラム職員、いろんなところでね、僕はわざと見えるところでこう見えるようにやってそう見えてるかもしれないですけど、はい。でも、あえてね、やってくれて、でもね、鹿児島って分別もちゃんとしてくれてるし、うん、皆さんがね、すごい協力してくださって。スタジアムにゴミも落ちてない、ちょっとしか。そのちょっとしかをちょっとまた減らしてもらえればありがたいですけど、たまにペットボトル、昨日はね、俺ペットボトル3個拾ったから、それをまたなくしてもらえたらね、嬉しいですね。お願いします。田野さん大ファンです。おお、いつか会いたいな。会いたい。嬉しい。しかも女性。リンナオさん。うわぁ、数少ない女性は、ありがとうございます。感謝。感謝。今日一の感謝だった。うまい。声張ってたもんね。かっこいいサンダル作ってください。また提案。サンダルね、はい、ちゃんとメモしてたよ。はい。今落ち込んでますから、はい、ありがとうございます。ハンヨンテ選手が楽しみだけど怖いって小学生の息子が、うん、確かに試合を重ねるごとにボスの目指すサッカー形になってきてますね。楽しみです。だって最初悲鳴っていうのが多かったじゃん、ゴール前で辛い時。昨日あった？1回しかなかったよ、俺見てる聞いてる中で。最初の試合とかだんだん追っていく上でね、試合をこなしていく上で、だから見ててください、信じてあげてください皆さん。はい、次いきます。赤尾スカウトにももずく分けてください。わかりました。はい、わけもちろん分けますよ。どこか信用されてないのか。土曜日、桜島噴火したと速報を驚きました。皆さん大丈夫でしたか？そうですね。我々は、速報ではありましたけど、まあ、普段噴火してる、噴火、まあ大丈夫でした。はい、ありがとうございます。でもご心配いただいて、本当感謝です。ありがとうございます。都城東、都城東卒業したばかりだから、盛り上げてくれるのはありがたい。新中さん頑張ってくれ。すごいね。頑張り強し。ありがとうございます。最高の試合でした。最高の気分で帰りました。ありがとうございます。僕もです。田野さんも歌ってましたね。緊張しました。はい、しました。はい、だいぶ。だいぶしました。歌詞飛びましたから。田野さん、トミさん。田野さん、トミさん、こんばんは。まあ、私が野田家兄弟、びっくりしたのお姉さんですとか言うか。好きなので、今日で4ヶ月になった娘に、野田家兄弟6本卒業した親子公演する予定です。嬉しい。ありがとうございます。2つ買っても7000円、7000円台しないぐらいだね。7000円台で80、90、100だから、うん、6個買うね。なんで6個買う。ああ、成長しても着れるのに。確かに俺はもう80をピチピチで着てる大きくなったの2歳ぐらいまでそれは結構無理があるよ無理ある次いきます。ありがとうございます。カシャ、田野さんとお仕事した友達が田野さんのことを情熱家と言ってました。私も、生田野さん公演聞きたいです。ああ、ありがとうございます。そう言ってもらえると感謝です。ありがとうございます。マジで、ね、情熱すぎるもんね、俺ね。空気読めない情熱だもんね。いいとこだよ。ありがとうございます。ちなみに市販のカップ入りももずく、80g だそうです。市販が 80g、 18kg で225カップ分。市販で3個で売ってるじゃん、よくもずくカップ。255個分ってこと？あのカップで。はあ、
すいません、本当にありがとうございます。美味しくいただける、しかもね、もずく酢だけじゃなくていろんなことできるからありがとうございます。はい、小林さんに感謝ってきてる。あ、そうですね、昨日例の焼酎25度の人です。ああ、そうなんだ、ありがとうございます。小林さんよかったね、本当に。昨日もこの棒を掲げてくださいました。そうで、小林さん富さんが最近スタジアムでも揺らせて見てますとか、富さん出られるんですかとかいろいろね、コメントもらってんだよね。言われてますよ。何言って、残業代もらってますかってちゃんと言ってますよ。残業代はちゃんと今日も渡しましたから、ね、あれでいいんですね。やめろってお前、缶コーヒー1本とかもうちゃんとおごりますから。全然いいですよ、僕は残業代欲しい。毎回同じくだり。はい、次行きます。昨日は J リーグのブライチャイマンが白波スタジアムにいらっしゃってびっくりしました。ユナイテッドは自社オリジナルデザインのユニフォームを始めて、独自の取り組みカラーがあるので、村井さんはどう感じられているのか興味あります。どうですか、小林さん、ご理解して。村井さん、どうなんですか。聞きたかったですね、ご本人に。ちょっとお話ししたかったけど、お会いする、一回すれちゃかったけど、その時ちょっとお忙しそうだったんで、うん、ちょっともうなんか気配消しました。オーラがあったんで、やっぱり。うん、はい。でもね、チェアマンも、J リーグが役になるようにって、こうスポーツでやっぱり日本を元気にできるようにってことで、うん、いろんな取り組みをね、J リーグを使って考えられてるんで、本当にすごいな。で、J3 のこんな、南の鹿児島まで、しっかりサポートして、生の目で見て、考えてくれるっていうのがね、素晴らしいところかなと思いますね。ありがとうございます、本当に。感謝。感謝。感謝。あと、村井チェアマンは、チェアマンもそうだけど、AED の、会長でもある。うん、AED のその連盟というか協会というか、そこのトップでもあって、だからそういうのも含めて、あ、すごいなと思って。で、 J リーグも AED って今まで絶対にこう随時こう持ってるものじゃん、うん、準備してるものじゃん。本当にすごいなと思いながら、ありがとうございます。 AED 持ち歩いてるってことですか。あ、村井さんでしょ、村井ちゃんとで兼ねて、うん、すごいね、本当にありがとうございます。次いきます。グッズ売り場で24のタオルを買った後、渋谷市のブースで干し芋を買い、日置市のブースでお茶っ葉をタダでいただき、サッカー以外もお得すぎました。次節もどこかの市町村ブースあると道の駅みたいで嬉しいな。確かに道の駅っぽいね、いいね。しかもお茶をさ、タダでもらえるってすごいね。なかなかないからね。しかも上品な上質な美味しいお茶ですから、次も何か来ることを楽しみに、スタジアムへぜひお越しください。鹿児島買ってよかったハッシュタグって、バンバンツイートしてしまいました。あ、うるさかったらすいません。おかげさまででも鹿児島ダントツで1位になりましたから、うん、ハッシュタグ鹿児島になっててるし、プレイヤーフェイスタオル2枚買いました。ホゲッチ選手とウェズレー選手です、うん、いいね、ありがとうございます。喜ぶと思います。僕も伝えてきます。こんばんは、豚汁作りながら見てます。何の方向かな。薩摩シワ美人作って甘い香りがし使って、そうなの。あ、そうか、豚汁って日本酒とか、あ、料理酒とかお酒入れるもんね。薩摩シワ美人入れて作ってんだ。でも美味しいかもね。すごい、ありがとうございます。田辺選手も攻守にわたってすごかった。今年からセンターバックのコンバートしたけど、そつなくこなして本当すごい。いや、本当すごい。グスタボ・ジェルソン情報ありますか。僕もないです、ごめんなさい、申し訳ない。藤原選手が貝沼選手のヒートアップしてるところに洋服を引っ張って止めました。男気があって見てて面白かったでした。だって、二人指定関係ですから、ね、うん、藤原選手を慕ってる貝沼選手だから、藤原選手がこれやめろって言ったら、もう貝沼選手はもう何もできないと、はい、ボスですから、貝沼選手にとっては。でもかっこよかったね、ああいうの大事だよね、うん、やめろって、サッカーに集中しろってこう一言言うんでね、ありがとうございます。ぼちぼち終わりの終わりに近づいてきたので、激走感謝をそろそろよろしくお願いします。コメントは最後まで読みますんでね、はい、お願いいたします。次のコメント、こんばんは、ウェズレー選手が負傷退場した後もベンチで立って仲間を鼓舞していたので最高でした。髪型も変わっていったのもいて驚きましたと、はい、ありがとうございます。もうこれだよね、本当に一体感の秘密って、出てない選手も出てるかのようにチームメイトを鼓舞する。で、誰かのゴールを自分のゴールかのようにみんなで喜ぶ。で、誰かのミスを誰かがカバーしようってする。もうこれがまさに今の鹿児島できてますんでね。だから、やられてもおかしくないような場面で防げてるっていうのがそこもあるんじゃないかな。その中で重要ってくるのはやっぱり、もう本当これお世辞抜きで皆さんの応援なんです。手拍子での応援。で、サポーターの皆さんも今考えられて、太鼓で最初先導してリズム取って、その後皆さんがこう分かりやすいように。あれもね、多分簡単じゃないの、考えるのもリズムとか。
それをね、一個一個みんなと話し合って、考えて試行錯誤してやってくれてるから、本当にありがたい。だ今、結果が今回出せたっていうのもそうだし、これから昇格っていうところに行くところで、こうみんなのやっぱりそういうチームを思う心、気持ち、仲間を思う気持ちっていうのが、やっぱりこの一体感、昇格っていうものを絶対実現させてくれるんで、頑張りましょう、みんなでね。はい。まだいつも読んでないから、ね。次の訪問戦、身内で集まって15人で見に行きます。ありがとうございます。チャンネル登録してますかね、その15名。お願いします。半分以上はシーズンパスで、2人は初観戦。あ、嬉しい。ということは、この2人多分 YouTube も登録してないと思うんで。2人増えます。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ぜひね、グッドボタン、今49名ですけど、グッドボタン押してもらったら、高評価につながってですね、おすすめ動画に出てきやすくなるんで、グッドボタン、パンパン押してもらえたら、2回押したら消えちゃうんで、1回押してもらえたらありがたいです。はい、ここからまた上がっていくのを楽しみに、はい、配信していきましょう。先週、先ほど、インスタにジェルソン選手のユニフォーム姿を載せていました。早くプレーが見たいです。ね、そういう思い絶対届けますから、ありがとうございます。副代の大熊ジュニアです。あれね、相手選手ね、はいはいはい、左サイドバックの、大熊監督の息子さんだって、相手の左サイドバック、セレストの今、監督かコーチかされてたよね、されてますよね、されてた、大熊さんの息子さんみたいですよ。次、山梨の友達多いんです、左手選手も応援してましたよ、わー、ありがとうございます。次、子供がサッカーしてるんですが、サッカーで使われるようになるには、個人の力よりも、やはり戦術を理解し、チームプレーに徹する方がいいんでしょうか。どう、トミさん。まあでも、子供の頃はね、まず自分、個人の能力もつけるように練習してほしいけどね。うん、そうですね。あと、もう少しの配信になってきましたけど、まず子供さんに僕からも一言。今って、上手な選手すごい増えてるんですよ、技術も。すごく上手なんですけど、みんな同じくらい上手な子結構増えてて、そういった中で自分が誰も負けないぞっていう武器、これを一つ見つけてもらって、そこもぐんと伸ばすと、で、これは誰にも負けないんだっていう選手目立つと、やっぱりスカウトとか見る人見ますからね。あ、この選手いいな、ここいいな、だからそういうプレーもね、ちょっと意識してもらえたらなと思います。はい、じゃあ、残り50件もある。いや、16件。あ、16件。はい、こんばんは、初観戦参加でした。いつも次男と2人で観戦するんですが、なんと今回テニス部だった大学生の長男も初観戦、ありがとうございます。とても楽しかったと、また行きたいと言ってます。私はボゲッチ選手 MVP かな。でも迫力のある、ありがとうございます。の最高の試合でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。昨日ユニフォームを買いました。 XL は売り切れて在庫なくて、あ、そうなんだ、すごいね。見本を購入しました。あ、売ってくれたんだ、よかった、ありがとうございます。ボスのグッズ出たら絶対買います。あ、検討お願いします。はい。はい、こんばんは。居酒屋から帰ってきました。鹿児島上がったから、昨日と今日と伸びました。明日から節約生活始めます。はい、そうしてください。じゃあ、あともう少しかな。ホーム選手紹介の鹿児島なまりバージョンも、見てみたいです。あ、鹿児島の紹介でね。あ、アウェイのなまり紹介、めちゃくちゃ好評ですよ。ありがとうございます。琉球は強いけど観客少ないです。やっぱりキングスなんですよ、沖縄は。だから鹿児島と真逆です。そう、バスケットがねすごく有名で強いから。でも続けること大事なんで、琉球にも頑張ってほしい。頑張れ琉球。昨日は古巣だから、はい、知ってる。昨日は会社の人巻き込んで応援しに行ったんです。勝ててよかったです。あ、オフサイド取り消しは意味分からなかったけど、とりあえず勝利の満足でした。3試合連続無失点、このままの勢いで中村選手のタオル買ったけど出場してほしいです。願いは届くと思います。応援し続けてあげてください。できれば天皇杯鹿児島県予選の決勝をライブ配信してほしいです。これね、多分難しいと思うんですよね。はい。放映権が多分どこかにあると思うので、難しいと思います。鹿児島にやってほしい激走感謝、あ、もう締めてくれてますね。ヒュースケンの締めのサイン出てますよ。出してますよ。ヒュースケンが言ったらみんな締め出すのかな。ありがとうございます。まだありますね。鮭ちゃんが塩すぎるってお父さんが、吹いてました。ありがとうございます。嘆いてました。吠えてました。嘆いてました。あ、どっちも一緒や。タルさん、こんばんは。試合後に、手を振ったら振り返してくれて嬉しかったです。これからも応援してます。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。ということで、今日も配信ここまでということで、グッドは増えるけど、登録はみんな登録してるんだ。どうすれば眠れないな。急で登録の心配まで、ありがとうございます。グッドボタン、今76件、さっきより倍増えましたね。まだ倍増えると思うので、ぜひ240名の方視聴していただいてありがとうございました。この後、モアイライテッドの方ありますよね。はい、ぜひやっておりますので、FM 銀河さんのモアイライテッドに一
聞いてもらって、ぜひお聞きいただけたらと思います。今日も、田野さんと富さんのと小林です。はい、この3人で、熱くゆるくお届けさせていただきました。それでは、締めの方に参りたいと思います。富さん、今日もありがとうね、本当に。今度飯をおごります。残業代感謝。残業代感謝。はい、ということで皆さん、激走感謝ということで、今日も90分ありがとうございました。それでは富さん、締めをお願いします。はい、鹿児島ユナイテッド FC 次節岩手グルージャ盛岡戦の勝利を信じて、せーの、激走感謝感謝、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、勝った後の話はやっぱりいいね。でもね、皆さんが笑顔だからハッピー似合うね、やっぱね。ハッピーだから。さよなら。